はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。今回プレイするゲームはマリオ VS ドンキーコングみんなでミニランド。このゲームは 3DS と Wii U 版が同時発売で、片方を買うともう片方のダウンロードコードがついてくるっていうね。ちなみに俺が買ったのは Wii U 版なんだけども、まあ 3DS で十分かなっていうのはあるんで、とりあえずまずは 3DS でプレイします。まあどこかで Wii U 版もちょっとプレイしてみようかなと。じゃあ早速始めていきます。メインゲーム、レディーがドンキーにさらわれた。オープニングすっきりしてるな。ローリングヒルズ。まあチュートリアルステージみたいな感じかな。タッチして集めよう。プラス3。回収してその分を。そういうことね。で、終わったら回収して、レミングスかな。ステージクリアで、全部取るとゴールド。次へ進む。これは現状ゼロだろ。降りると回収できるものがない。これどうなんだろう。とりあえずスタートしてみるか。で、あ、階段登るんだ。オッケーオッケー、リトライ。こいつ生かして、でこうだ。こういうことだ。で回収、こうな。オッケーオッケー。登っちゃって、いいのか。このまま降りてつなげたらクリアだな。途中までだったらどうなんだ。くっつかないとダメなんだな。やっぴー、ステージクリア。まあ順調。難しそう。あ、ハンマーがある。うん、うん、まあ初めて見るしかないかな。まだルールをよく理解していないっていう。で、倒せる。で、回収。で、クリアしちゃうと。もうこの時点で積みかな。両方同時にクリアさせないと失敗になるのか。どうなんだ。ここに当たった時にどうなるのかっていうの。帰ってくる。無限ループ。逆側からつながってる。
繋がってない。あ、そういうことか。こう斜めがあるんだ。こういうことか。で、よし、いけるな。で、一時的に。よし、こういうことか。ステージクリア。次へ進む。ん？なんかピーチが。とりあえず全部回収して、とりあえずやってみよう。あ、ちょっとぐらいの段差なら登る。で、ピーチ復活。あー、そういうことか。クリアしちゃうとまずいな。あ、しちゃった。リトライリトライ。こうこうだな。加速ボタンとかないんだ。こういう風にもう完璧にできたら、こう R とかなんかボタン押したら加速とか欲しかったな。よし、 OK。おお、ドンキー。てつや、初めて見ないとわからない。何？無限ループって怖くねー状態じゃねえかよ。あ、そういうことか。あ、上は行っちゃうんだ。よし。Way to go。 どんどんギミック出てくるな、まだ一面なのに。あ、長い。2画面。まっすぐ行って、でこれ、はしごはどうなるんだろう。端っこ行かなくても登り出すんだったら、こう行ってこう行って戻ってきて、で逆転で最後こうか。もういいんじゃね、これで。はしご優先ね。あ、ダメだこれ。下る方も優先か。で、
こうか。大丈夫かな、ちょっと離れてるけどクリアできるよな。よし大丈夫。順調順調。鍵、落ちないように。違うな、多分画面端で帰ってくるからまず上に行くんだな。違うな、行って左上だ。こうだ。これクリアしちゃうの、もしかして。大丈夫か。まあこういうことかな。でこうだな。で跳ね返らせて、でこれでクリアか。ここで早送りボタンが欲しい。スタートセレクトないね。やっぴーやっぴー。ステージクリア。ぬ、なんか来た。おい、死なない。で当たるとこっちの負けになる。まあそれは予想はついた。考える時間ないってのがひどいな。でこいつを倒すとどうなるんだ。抹殺。あ、戻った。この段差登っちゃうやつだよな。Way to go。 うん、別に難しいことは何もなかった。やっぴー。ステージクリア。